こんにちは、ハイジーです。というわけで本日私緊急で動画を回しておりまして、というのもね、先日私吉本の仕事がありまして、ある劇場に行ったんですね。で、自分の出番前に楽屋で他の芸人さんたちとねワイワイ喋っていたんですけれども、そこでやっぱり吉本の楽屋ですからみんなラーメン好きなんですよ。で、ラーメン大好きなみんなとどんなお店が最近いいみたいな話をしている中で、一人の方がですね、後楽園さんに今出ているラーメンがうまいよねっていう話をしだしたら、みんなも同調して、あれうまい、俺もリピートしたみたいなことをみんなで言い合ってて、その中で僕は食べたことなかったんです。っていうのもね、吉本の劇場のすぐ近くにそのお店がというか今回の後楽園さんなんですけども入ってまして、行きやすい環境っていうのもあるらしいんですけどもね、みんな食べててみんなうまいうまいって絶賛してるんですよ。で、これはね、私も行くっきゃないということで今胸を躍らせてやってきているところでございます。そんなこんなで後楽園さんでございますけれども、すでにね、外のメニューを見ていきますと、今回目当てのラーメンの片鱗がちょっと見えるんですけれども、こちら新感覚の中華そば、これです。さあ、というわけで無事入店することに成功しまして、後楽園さんの店内はシックなんですよ。落ち着いた感じ、こういった落ち着いた色味で開放感あるといった空間でございまして、メニューを見ていきますと、ランチメニューがまず半ちゃんラーメンというのがありますね。中華そばか味噌ラーメン、塩ラーメンから選べるラーメンのセット、チャーハンとのセットですね。野菜ミックスセットもありまして、ディナーセットなんかも今の時間帯からも見ることができまして、 A セットから始まってね、もうあらららら、ともう、あー、こういう系もあるんだ。牛焼肉、チャーハンで、うわ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 、全部好きです、もう全部好きです、どれが来てももう何も文句言いませんっていうやつで、プレミアム的なラーメンもあります。これはもう本当に橋渡ししてますもんね、チャーシューがね、長くて美味しいっていうやつでございますし、煮干しラーメンがついに完成しました、ありがとうございます。これも気になる、ハイジって煮干しラーメン大好きじゃん、知らねえよって話かもしれませんけれども、好きなのよ、よく食べるのよ、実はこっそりと。で、中華そばね、高密度高水熟成麺のやつに今回のメニューは入っているはずでございますが、ラーメンの種類もずらっと多いし、お肉がびっしりのね、ラーメンなんかもほら、チャーシュー麺も北方的なビジュアルで存在するのもめちゃくちゃそそられるよね。で、野菜取りたい人は取れるし、肉ラーメンというチャーシュー麺以外にも肉尽くしのものも復活しているんです。今回の目的はなんとこちら、混ぜ麺風ネギ玉中華そばという別枠、これ卒業アルバムだったら休んだ人の感じで載せられております。とにかくめちゃくちゃうまいとのことで注文して、ちょっと待って、価格よ、後楽園さんちょっと本当に令和5年とは思えない、全部のメニューとんでもない価格設定なんですけども、すごいよね、やっぱ企業努力。いろんな種類があるんだ、マーラーそぼろ入りとか、野菜ごまだれとか、牛肉入りとか、いろんなネギ玉中華そばがあるんですね。で、590円で、しかもライス付きですから、やばいよね。で、こっちの餃子もセットのやつがあるんだとしたら、これいこうかな。牛肉入りも気になるけども、今日はみんなが噂してたのはシンプルな方だから、で、麺大盛りできるんだ、これはやらせてもらいましょう。ただ今私がね、牛肉入りのネギ玉中華そばを注文しなかったことに対して、おいハイジーと、肉はどうしたんだいと思う方もいるかもしれませんけれども、さっきね、こっちのメニュー見ている時に、この復活している肉ラーメンが半端なく気になってるんだよ。だから余裕があったらそっち行くかもしんないじゃん、そういうことじゃん、ハイジーって。お待たせしました。はい、ネギ玉
中華そば大盛りとフードドライスですね。はい、ありがとうございます。いただきます。うまそう。なんじゃこりゃ。きた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 。これが噂のネギ玉中華そば。ネギびっしり。いや、これ本当にラーメンなのと、中華そばなのみたいなイメージも持っちゃうようなビジュアルでございまして、餃子もセット、そしてライスもデフォルトでセットで全部で790円、餃子なければ590円といったナイスセット。もうこの時点で大好き。いただきます。汁的なものあんのかな。一応レンゲがあるってことはね。にしても一言で言うと、もう見た目は奇妙ですよ。奇妙な冒険ですよ。でもこのネギ油の香りがめちゃくちゃ香ばしくて、徐々にというかもうどんどん食欲が湧いてくる。あ、そんなスープがどうとか。あ、ちょっとあるある、ちょっとある。ぶっ飛ぶほどこの時点でうまい。中華そばの返しが使われている醤油ベースのタレでございまして、今すくった時点で背脂もボコボコ入ってきて、口の中でのポコポコ食感も味わいました。濃くて舌の上に残る甘辛さっていうんですかね、めちゃくちゃ美味しかったぞ。で、ちょっと麺だけを引っ張り出してみましょうかと。自信を持って言える、うまい。まあ一口でもう持ってかれちゃうね。強制的にうまいって言わされちゃうというか、こっちの口を動かしてくる、うまいって言うように動かしてくるような濃くてうまいやつでございました。で、さらにこの黄身を割るっていうイベントもね、あるわけじゃないですか。これと絡めて、ネギも絡めて、もうガンガンいっちゃいましょうか。で、天地返しします。大盛りなのでね、麺の量も多いし、わかるよね、この麺についた色の濃さで。麺はスルンともっちもちの食感でした。今食べた感じでは麺だけを。で、あ、卵も絡まってすっかり悪魔のビジュアルに変化しましたと。で、うまそう。いや、これは来て本当によかった。めちゃめちゃです。ネギも千切りのものがたっぷりじゃないですか。それがね、濃いタレと混ざった麺に清涼感を与えるんですよね。食感においても、味わいにおいても、香りにおいても、うますぎる。バランスだね。なんかこんなに見た目もなんか変わってて派手で、あ、 なんだこれってトリッキーなやつかと思ったら、具材と麺とタレの具合がものすごい絶妙なバランス感で保たれておりまして、尖ったラーメンと思わせておいて、老若男女が確実に楽しめる味わいになっているのがさすがです。後楽園さんはもうそこなのよ。みんなが食べてみんながいいじゃんっていう味わいを追求されてる感じが僕大好きなんです。これにご飯までついて590円は罪悪感を覚えるよね。もうあれと同じくらいの罪悪感。今僕ゼルダやってんだけどね、ゼルダでウオトリー村っていう魔物たちにぐちゃぐちゃにされちゃった村があるんですよ。で、それをね、リンク主人公として再建してあげると、立て直してあげるというイベントがあって、それで村をきれいにしてあげた直後、みんなにありがとうございます、あなたのおかげですって感謝された直後に、その村中の壺を割って中の弓矢とかを物色してる時くらいの罪悪感。ロールプレイングゲームあるあるで、勝手に人の家の中のさ、タンス開けたりとか壺割ったりとかさ、木箱割ったりとかするんだけども、ハンマーで叩いて、それを村を再建してあげた直後にやるっていう、あれさらになんか変な気持ちになったよ。いや、卵のコクなんかももうバッチリ絡んで、もうこれで完成でいいんですけども、言ってもね、調味料が後楽園さんの卓上にはいっぱいありますから、ラー油とかお酢とかが今回、使うべきやつかな。これはこれでとても合いそうな気がしますよね。はい、さっと垂らして、味はまあ変わったとしても
大崩れはないと思うんですよね。そしたらまた混ぜ込んでいきまして、うん、めちゃめちゃうまい。ちょっとね、濃いタイプの冷やし中華かなみたいなファーストインパクトを受けるような味わいでございまして、うん、ご飯これまで手つかずだったんですけども、このご飯は麺を追いかけるようじゃなくて、僕は最後にインして、このもう極上にうまいタレと絡めて混ぜ飯として食べてくださいっていうメッセージかなと思って受け取りました。めちゃくちゃ美味しそうでありながら、白胡椒なんかもパパッと振りますよ、私ぐらいになりますと、すくって食べちゃうよと。快感、快感よ、舌の上が快感。あんだけ美味しかった中華そばを食べてきて、最後の最後にラスボス登場みたいな、急にラスボス登場したみたいな味の橋爪功さんだ。うん、ちょっと肉ラーメンいっちゃいましょうか。ちょっとびっくりされないかな、朝から朝10時なんだけど、びっくりされないかな。スイッチが完全に入っちゃった。さっきのさ、肉チャーハンみたいなのってさ、食べたいんだけど。ディナーセットのこれは朝はいけないのか。餃子は醤油とお酢の感じで食べていきましょうか。よいしょと、いただきます。ありがとうございます。ちなみに、はい、牛肉チャーハンってこの時間はないですよね。この時間はないです。わかりました。申し訳ありません。とんでもないです。ディナーセットからでして15時からの販売となっております、はい、今度また来ます、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。絶品チャーハン注文してみましょうか。さあ、というわけでやってまいりました、肉ラーメンでございますが、これね、内訳で見ますと、具材はシンプルな昔ながらの中華そばにあるような具材にお肉。熱い、なんだこれなんだこれじゃないよ熱いよ、そりゃ出来たてラーメンは熱いよ。にしてもさっきのこっちのネギ玉中華そばも麺も茹でたて熱々だったんですけども、こっちのスープの上に張った膜、湯膜っていうのがある分むちゃくちゃ熱い。でも熱いって分かってても、危険って分かってても飛び込みたくなるやつ、恋と一緒だ。あらららららら、ら今回は大盛りとかじゃない感じで注文したんですけれども、麺もなんかたくさん入ってる感じしますし、うん、で優しいながらくっきりした舌。すいません、はい、半チャーハンでございます。お待たせしました。いただきます。はい、ありがとうございます。なんて言ってましたっけ、優しい下味の中にまたくっきりとした旨味が登場しておりまして、そこに豚肉のやっぱエキスも絡んでくるようなラーメンも満足度高いで、半チャーハン、絶品半チャーハン、すいません、半チャーハンじゃないです、絶品半チャーハンです。こんなさ、注文の仕方する人、まあ朝10時からいないでしょうね。欲張っちゃったな、なんか恥ずかしいな。でもこれの中にもお肉たっぷりな感じ、いいね。うわ、なんかね、角がそこまでなくて、味に丸みがあって、パラッパラじゃなくて水分感じられながらもふわっとした食感で、むちゃくちゃ好み。これも、うん、これは確定しましたね。今日もジムに午後行くことが確定しましたね。最近はね、でもね、毎日行っても意味がないっていうことを教えてもらって、毎日やめたんですよ、2日に1回くらいで。昨日はジムに行かないで休んだ日だから、今日は行ってもいい日ということで、朝からいっぱいかましてるんですけども、このやり方で合ってるんですかね。疲れにくい体はできてきてる気がするんですけども、そうは言っても、そして肉チャーハンがなかったじゃないですか。ただ私、転んでもただでは起きません。もちろん肉ラーメンの中の肉あるじゃん、それがね、
思ってた以上にそこまでいっぱいたくさん乗ってたからこっちに移動して完成させましたよね。結局肉チャーハン食べちゃう男。はい、最高に美味しかったです。そして満腹でございます。大満足、ごちそうさまでした。というわけで後楽園さんにてネギ玉中華そば食べに来たつもりがうっかりいろんなものまで食べちゃった動画でございましたけれども、いや本当に噂通りめちゃめちゃ美味しかったな。ネギ玉中華そば、こんなに中毒性がある美味しさですね。あれはね、もう一回食べて多分また明日食べに行きたいって思うはず。そのくらいネギがあんだけあってあんだけ清涼感感じながら食べられるものなのに、あんだけガツンという濃さもしっかり印象付けられて、あー満足したってなった上で、明日またあれ満足したはずなのにもう切れた充電がみたいな、そんな感覚を覚えるようなめちゃうま中華そばでございました。でもちろんね、ラーメン、チャーハン、餃子、当たり前でございましたね。もうみんなが好きな味といった仕上がりでございまして、後楽園さんに関しましては値段設定なんかもねかなり努力されている形でございまして、そこら辺もねもう大好感を持っていつもありがとうございますと思いながら食べさせていただいております。美味しかったですし超おすすめでございます。気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、こちら先日のお気楽食堂さんのね1キロハンバーグ食べた時の動画のコメント欄のコメントでございまして、名古屋の伊藤さんから、すごい、そのハンバーグならニトリのマットレスより熟睡できるのではとありますけども無理まず熱々、あんだけジュージュー熱々なものの上に横たわりに行きたくないで、あちあちってなった上でなんか自分が沈んでいくごとに肉汁が耳に入ってくるんじゃん絶対に。なんだこれ、取れない取れない、 こうしても取れない。そういえばさ、耳に水が入る、僕最近ねプールに毎週娘と行くんですよ。娘がプールにはまっちゃってて、で2人で泳いだりしてさやってる中で、娘がこの間さ耳に水が入った時はあのもっと水を入れて取るようにしてるんだみたいなことを言ってて、いやいやな何してんの、いやいやもっと水入れたらもっと取れなくなるじゃん取れなくなる水の量が増えるだけじゃんって言って、いや突っ込んだのよ僕は。でも娘はでも取れるけどねみたいなこと言ってたから、 YouTube で2人でね検索して耳に水入って取る方法みたいなのを探したらさ、一番目に出てきたねちゃんとしたなんか動画みたいなのにそれがあって、こうやってちょっと水をすくってこう耳に垂らして出すっていう、これまで僕知らなかった。すいません話全然違うね、あのハンバーグ、マットレスの話ね。マットレスだからニトリのマットレスに買い替えて5日経ちました。5日寝て今のところ3勝2敗、3回はぐっすり朝まで途中で起きることもなく寝れて、うわ最高ってなって、2回はやっぱりもう何度も何度も朝5時になるまでもう何回も起きたりして、でようやく朝5時ぐらいから寝れたなと思ったらもう7時に起きちゃうみたいな、起きる時間だからっていうので、わー寝足りないなみたいになっちゃうような感じで3勝2敗なんですけども、腰に関してはね完璧です。期限が切れたテンピュールで寝てた時のあの朝起きた時の全身痛い、もう腰はまずめちゃくちゃずっしり重くて痛くて、なんかもう足先とかも関節とかめっちゃ痛かった、あれはもう完全になくなりました。だから買い替えてよかった、本当にいい買い物でした。だから名古屋の伊藤さんのハンバーグの方がいいっていう意見に惑わされない。丹羽京介さんからのコメントで、ハイジーさんにとってネギとは何ですか。なんだこれ、なんだこの質問、これ僕に聞くこと、ネギとは何ですかって聞かれても何もないよ。いや食べたら美味しいですって言うしかないよ、あと栄養がありそうですとか言うしかないよ、あとあの昭和の頃になんか風邪ひいたらネギを首に巻くと熱下がるみたいなねいうことを普通に真面目にみんなが言ってて、あの僕も熱出した時にネギをなんかそう巻かれそうになったけども、なんかやだやだって言ってだだこねて拒否して巻かせなかった。だから当時からさ、あの巻くことでなんで熱下がるの、そのなんか全然理解できないんだけど、こんなちょっとしんどいコンディションな時にそんなの巻いてもっとなんかしんどくなりたくないって思って拒否した自分がいたんだけども、子供の僕の方が合ってた今思うと。だから当時の大人たちは大真面目にそれやってる人がいっぱいいたって思うと、
昭和ってもうかっこいいよ。そしてこちら先日のスシローさんの動画ね、もう回転レーンから何から全部がもうなんか バーチャルな世界のバチャロさん、あ違う、バチャ違う、デジローか、デジローシステムが導入されたスシローさんの動画のコメント欄のコメントでございまして、その中でね、僕がね、ゲームがあったんですよ。画面に映し出されてお皿を何枚か注文したらできるゲームがあって、それで勝ったっていうのがあったんですけども、その時の星の歌さんからのコメントで、サーモン白クマとんでもない不正に見えたんですけど、ハイジさん的にあの勝ち方でいいんですかとありますけどこれはこれびっくりよね、言われて初めて、あそうだ不正だってなんて言うんでしょう、勝った側は気にしないもんなんだなって、このコメントを見て僕はねつくづく思わされた。もしもさ、あの勝ち方、100m 走みたいなやつでかけたキャラが1位になったら景品が出てくるっていうゲームだったんですけども、僕がサーモンシルクマにかけたんです。でサーモンシルクマは最初のうちにもうバタバタこけたりして、あもうこれビリじゃんって思ったら、すごいね裏技を使って1位になってたので、あれを見て僕はやったって喜んだんですけども、もしも負ける側だったらめちゃくちゃ文句言うよ。そういうもんなんだと思った。なんか今これを指摘されて。それでは本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。では本日も行ってみたいと思います。せーの、タンタカタン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 タカタン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 、こちらディリンディリン、トコちゃんさんからのコメントで、とうとうスシローさんもハイジさん対策をするようになったのですね。ハイジーさんも有名になりましたね。僕対策でああなったわけじゃないの。僕がスシローさんでいたずらばっかするから、それを食い止めるためにデジタル化したわけじゃないの。だから僕は超巨大モニターの角をペロペロしないから。